どすこい深夜のこっそり食堂です。皆様ただいま前橋に帰ってまいりました。いやーね、帰ってくるともうすでにですね、群馬は緊急事態宣言、が出されて、おりまして、なかなかですね場所がなくなりましたまあでも本当ね、僕らはね、メインのねお仕事がありながら、こうやってあの YouTube でですね、飲食店の紹介などさせていただいてるんですが、やっぱりね、まあほとんどのお店が全部ですね、9月の12日までお休み、または、時間短縮営業っていうことですね、やってるみたいなんですけども、まあちょっとねひどいと思いますよ。どこもやってないんですよ本当。あ、ここ満了さん、満了さんやってるかな。満了さんもでも休みになっちゃってるんじゃないかな。あ、満了さんやってたな。あ、満了さんはあの普通にねやってますね。本当だ、今日やってるんだ。まあだからそのあれなんだよね、やってるお店とやってないお店がはっきりしてるというか、やっぱお昼をねそのままやってるお店は、お昼やって、でお昼やってないお店はもうねお酒とかね出してるお店はもうやってないという感じなんですね。まあ寂しいですよね。今日はねあと土曜日なんですけど、まあ人通りはいつも通りかな、まあそんないないよね。でもお店がですねチラシチラホラやってるんですよ、営業してまして、あのお昼とかねランチとか、普通にやってるんだね。やっぱランチやってるところはねやっぱお昼はテイクアウトとかそういったのもねでき営業できるからいいなと思いますしね。え、お弁当バルだって、あららら、面白いんできてるな。ここね今日アーケード、まあアーケードあんま人いないですね。さあ今日はねちょっとあるとこに行ってみようと思うんですけど、さあ今日やってるかな。でもねやっぱ群馬のね人からすると、まあ、群馬のね前橋のなんかもうみんなわかるんじゃないかなっていう場所にちょっと今日行こうと思いますんで、ちょっとそちらのお店にどうする行くような形でいいかな。でもみんなねこうやってあのなんだろうな、緊急事態宣言下でもこうやってですねみんなやってるわけですよ。これをねやっぱみんな分かってもらった方がいいかな。まあね一般の人たちはね分かっても、まあ日本のこの国が分かってくれないからね我々の気持ちは、難しいもんです。まあちょっとね若干人出てきてますね。まあというわけで、そのお店に行ってみよう。じゃじゃん、ということで今日来ましたのはパーラーレストラン桃屋さんです。どうですかね、前橋の人ならもう間違いなくわかる昔ながらの名店喫茶店でございますね。えここ老舗ですね。あのねいろんな映画とかですねいろんな取材も受けてるお店になるんですけども、ついにこっそりもここにやってまいりました。どうだろう、いい食レポができるかね、本当にちょっと不安なんですけど頑張りたいと思います。でもこうやってね緊急事態宣言下でもこうやってランチをやってるお店ね、何回も言いますけどランチをやってるお店はまだ営業してるお店が結構ありますので、ぜひですね僕もいろいろ調べてるんですけども、あのネットなんかでもですね営業時間とかそういうのも書いてるお店が結構ありますので、ぜひですねまだまだ、店舗さん頑張っておりますね。僕らにできることっていうのはそうやってね、まあ、確かにいろんな賛否両論ありますけど、やっぱりこうやって行くこと来ることね、やっぱそこで、ご飯おいしいご飯を食べてね、家族でもいいんです、あのそうやってねお店を守っていくことも我々の責任かなと僕思うんですね。
やっぱこういうお店がなくなって普通に通常時に戻った時に、じゃあ我々どこでじゃあご飯食べればいいんだとなると思うんですよ。お、なんか今日ちょっとこっそり食堂真面目なことを言ってますけどね、まあ、そういうのもたまに真面目なんです。というわけで、じゃあちょっと次ですね、入っていきたいと思います。ちょっと今順番待ちで待っています。じゃああとは店内で会いましょう。はい、ね、これがねパラレストラン桃屋さんのメニューになります。あ、T1 グランプリ、ナポリタン取ってるんだね。あと、とんかつうどん前橋名物だって。これ頼んでないな。なんかこれなんかマック鈴木さんがなんか出してたね。そういえばこれ食べてたような気がする。あとオムライスとか、これ懐かしいでしょ皆さん、前橋の皆さん。ここに学生時代来た方いっぱいいるんじゃないでしょうかね。ねえ、こういう喫茶店ってやっぱりありがたいですね。昭和31年から60年ですって。ねえ、すごい。あれ、かき氷とかね、あるんだね。はい、これドリンク類です。わ、コーラもあるぞ。コーラ、あ、やっぱコーラ頼んでねえな。で今ね迷ってんのがね、このねパフェなんですよ。パフェ、これね、ご視聴者様がねパフェをね撮影してほしいっていうことだったんだけど、これパフェ食えっかな。もうちょっと厳しいような気もするんだけど、ちょっと頑張れれば頑張りますかね。このねスパゲティをね食べてくれって言うんですよ。これ昔懐かしいナポリタンね。うん、これナポリタンと一応ねミニグラタンを頼みました、ね、あとはパフェなんですけど、あ、ありがとうございます。私のパフェなんですけど、醤油少し。あ、はい、ありがとうございます。いいね、ちょっとサラッとした サラダです。これ今日はねナポリタンにねサラダつけてみましたね。僕ってねほら最近野菜食べてないんで、サラダ食べないとなと思ったんでうわー嬉しいね、サラダ嬉しいよね。お料理が一個ずつ来ますんで、ちょっと待ってましょう。よし、ついにミニグラタンが来ました。うわー美味しそうやな。なんかねホタテの器に入ってんだね。さあ、来ました。パーラさんの桃屋さんの昔懐かしいナポリタンです。あとミニグラタン、それでサラダ付きです。ちょっとやっぱ食べなくちゃあかんな。あーでもすごいね、鉄板でね焼かれて香ばしい匂いしますよ。うわーすごい、うまそう。すごい、あのね茹でたてのねパスタの感じです。張りがあってね、うん、ちょっとライトが上にあるからちょっと影ができちゃうかな。よいしょ、ちょっと暑そうだな。ちょっと暑そうだからこのねヘリでねこう丸めるとね楽なんですよ。そうヘリでまとめて、ほらうまいね、まとまったちょっと熱々そうだな。いただきます。あーすごい、なんかナポリタン、これなんかミートソースみたいな香りする。うん、甘酸っぱくてコクがある。ちょっとでもミートソースに近いようなあのソースだね。うん、でもちゃんとあのケチャップの香りがして、あれですミートソースとはまた違うナポリタンって感じする。うん、で麺はねしっかりアルデンテになってますし、これ美味しいな。これ喫茶店でね、もう高校時代に、ね、俺もよく行ってたんだけど、懐かしい。うん、うん、うまい、これうまいわ。
コクがある、うん、熱々。じゃあちょっとグラタンも食べてみないと。あグラタン、ちょっとグラタンも食べましょう。これミニグラタン、あこれあれだね、ペンネ、ね、ペンネのグラタンです。ほら熱々だな、これ怖いな。チーズビローンと伸びるか、あ伸びなかった。よし食べます。うん、うん、あエビとかね、エビうん、エビとかキノコ、うん、マッシュルーム入ってますね。うん、これベシャメル手作りだね。うん、ベシャメルってあのホワイトソースね、すごくさっぱりしてるけども、あの手作りなんで、あのクリームの生、あの牛乳のねすごい香りと、だって小麦の香りがするんですよね。あ美味しい。チーズ、うわチーズ、ほらチーズね、チーズチーズチーズ食べよう。うん、あこれね、桃屋さんじゃないグラタンはシーフードグラタンだ。うんうん、本当はね今コーラ飲みたいんですけど、この後にさちょっとあるものを頼むんですよ。でそれがちょっと怖いんですね。うん、それ食べられなくなるとまずいんで、うん、うわなんとなくわかるでしょ、ビッグパフェを頼んだんです。ちょっとまずい、やばいやばいかもしれない。もう頑張ります。これすげー香ばしいんだよな。よし、またさこの鉄板で焼かれてるから、焼かれてるからこれ香ばしいね。うんうん、ほらこれお焦げができてる、お焦げが、うん、ほらうん、お焦げこれがうまいわ。一気に食べてビッグパフェに挑戦しますよ。じゃあまた一回食べますね。次ですね、こっそりもですね、今全部ちょっと食べ終わったんですけど、最後の今回のメインイベント、ビッグパフェ、ね、チョコレート味にしました。これね味はねチョコレート味とか、あとブルーベリー味、ストロベリー味、あと抹茶とかでいろいろなんか味が選べるんですよね。まあそういうのは嬉しいですよね。そのビッグパフェはね700円なんですけど、なんかねマック鈴木さんがね食べた時は結構大きかったんだよね。失礼します、うん、うわ出た、はい、出ました、これだこれですよビッグパフェ。見える、ちょっとサイズ感わかるかな、こういう感じ、サイズ感わかる。これ僕の iPhone です。これ iPhone、 これ MAX ですね。 MAX のこれ iPhone MAX でかいのにこれよりさらにでかいと。これ何センチあるんやろうか、これ一人で食べれんかな。すげえ大丈夫かこれね。えご視聴者様、リクエストされたご視聴者様、これ僕一人で食べれるのかな。いやすげえでか、これはでけえだろう。うわすげえ、チョコレート味、うわこれ食べる、あーはいうんうまいね、濃厚、食べる、あー食べる、いらない、僕が食べる、美味しい、昭和だね、美味しい。このさパフェのこのコーンがうまいんだよな、またな。
うん、これでもでけえぞこれ。これ下にねチョコレートのアイスが入って、うん、でなんかいろんな層になってる。ちょっとわかんない。これうまい。あのアーケード歩ってる時にたまにここのアイスクリーム食べるんですよ。ソフトクリームで、ここねすごく濃厚なんですよ。あ、オムライスもいいんだ。うん、まあ、今日ねあのご視聴者様からあのこういうの食べるといいよっていうことをちょっと懐かしいから食べてみてって、まあ、リクエストしていただいてですね食べたんですけど、いやでも本当ね美味しい。うん、まあ、分かるわ。なんかその自分も学生時代に戻ったような雰囲気になりました。じゃあこれをね食べてきますよ。本当ね美味しいです。昭和のザ・昭和パフェって感じ。うんうん、まとめるとねこれうまい、うん、じゃあいや食べました。いや今日はね昔懐かしい鉄板ナポリタンとミニグラタン、そしてビッグパフェチョコレート味と、いやこの3種類食べさせていただきました。いやほんとね懐かしかったですよ。うん、ナポリタンなんかはね特にね、あのただ本当にケチャップだけのね合わせたやつも美味しいんですけども、あのこうミートソースっぽい、まあ、ミートソースに、まあ、ケチャップをこう入れた感じって言ったら分かりやすいかな。うん、すごくねシャンティーなナポリタンでした。でこれね美味しいですよ。バッチリです。いやというわけで本当にですね、こうやって店舗様の撮影、本当にご協力ありがとうございます。それで今日もお腹いっぱいになりました。本当大満足です。本当ごちそうさまでした。さあ次回は伊豆湖へプピッ、あらプピッ。じゃあまたね、みんなコロナに気をつけようね。僕も気をつけます。じゃあねー。